磯村。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがファーストゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実にいきたい。インサイド落ちました。一気にセンターへ。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打った、ショートが抑えた。二塁アウト、アウト、ゲッツーを取りました。バッターボックス高山、今日はまだ当たりがありません。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。2球目打ちました。大きな打球になった。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。ジャイアンツうまく打ち返しました。さてこの足立、どういうバッターなんでしょうか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙っていくバッターです。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。ジャイアンツこの場面見事な。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。